はい、どうも石原です。 5.4 インチの iPhone12 と 6.7 インチの iPhone12 Pro Max の、まだね発売はされていないんですが、ケースですね、クリアケースを買いましたという、動画を1ヶ月半以上前に投稿しておりまして、届き次第皆さんにレビューの動画をアップしますねという話をしていたんですが、あれからね、本当にも1ヶ月半ぐらいかかりまして、ようやく届きました。それがですね、はい、こちらになります。ね。こんな感じで届きました。こちらが iPhone 12 Pro Max 6.7 インチモデルのクリアケースです。そして、こちらも同じく 6.7 インチの iPhone 12 Pro Max のクリアケースです。そして、こちらが 5.4 インチの iPhone 12 です。そして、こちらも 5.4 インチの iPhone 12 2個ずつ来ました。僕ね、1個ずつしか頼んだ記憶はないんですが、多分2つセットで売っていたのかなと思いますけど、2つもいらないとは思いますけど、2セットずつ到着したってことでここに来ました。実際にこのサイズを今から比較していきたいと思います。パッと見の印象はですね、この 6.7 インチの iPhone 12 Pro Max はでかいです。やっぱり僕は iPhone 11 Pro Max ですね、 6.5 インチの iPhone 11 Pro Max を使っていたんですけど、それよりもね、やっぱこれケースなんで若干ね、一回り大きいとは思いますけど、それにしてもでかいっす。もう、こんなしたら iPad mini ぐらいあるんじゃないかと思うぐらいちょっと、でかいですね、結構。で、5.4 インチの方はかなり、シュッとやっぱコンパクトです。コンパクトなんですよね。ケース、だこれよりまた一回り、5.4 インチの iPhone 12は小さいということになるんでしょうけど、めちゃくちゃこれ持ちやすいです。では実際に手元を映して比較していきたいと思います。はい、こちらが iPhone 12 Pro Max の 6.7 インチが2つ、そして 5.4 インチが2つあります。2つはいらないので1つずつ残したいと思います。そして、こちらですね。で、これが、iPhone SE 第2世代ですね。こちらがですね、こんな感じですかね。こうですかね。こんな感じです。これケースなので、どれも一回り小さくなるとは思います。実際にですね、上で重ねてみるとこんな感じ。っていうか、これ取ろうか。これ取って、こんな感じですね。はい、こんな感じです。こうですね。やっぱりね、若干、ケースをつけても小さいですね。5.4 インチの方ももちろんですけど。そしてこの 6.7 インチはすっぽり入っちゃいます、これ。iPhone SE 第2世代ですっぽり収まってしまいます。で、もちろんですね、もちろんケースを外して入らないですよね。もちろん入りません。で、実際ちょっと驚いたのがこのカメラ部分なんですよね。このカメラユニットが iPhone 12シリーズのラインナップごとに大きさが変わらないというリークがあったんですけど、こちら見てください。大きさ変わってますね。だからデュアルカメラなので iPhone 12シリーズですね、エントリーモデルに関したらこのサイズになるんじゃないかなと思います。そして iPhone 12 Pro シリーズ、 Pro シリーズはライダースキャナーも搭載されますので、この大きさになるんじゃないかと。なのでモデルごとによってカメラのユニットの大きさが変わってくると思います。さあ、そして肝心のですね、 iPhone SE 初代と比べましても、やっぱり初代と比べると若干やっぱでかいですね。で、もちろんスカスカというかスポスポ入ります。こんな感じで入ります。この分ですね、この 5.41 が大きいと。ちなみにしかもフルディスプレイになりますので、これが全部ディスプレイになります。
さあそして SE の方はもちろんですが入りませんね。さあそしてこちら僕が以前あの動画で 5.4 インチの iPhone12 のペーパークラフトをこの iPhone マニアというサイトからダウンロードして作ったまあモックではないですけど工作品ですね。これが入るかどうかです。このサイズが 5.4 インチの iPhone12 と言われていますので、これがこの 5.4 インチのまあクリアケースに入ればほぼほぼこの大きさで間違いないんじゃないかと僕は思っています。さあ、はい、あ無理か、あ、できた、まあ、紙だから若干ちょっと言う、あ、でも、あ、あ、ぴったし、あ、来ました、あ、ぴったしぴったしでございます。あ、カメラ部分若干ずれてますけど、まあまあ、あ、でもぴったしですね、ぴったし入りました。ってことはほぼこの大きさで間違いないと言ってもいいんではないでしょうか。これやっぱりそうですね、やっぱりこの持ちごたえ、持ちごたえ、いや、このサイズ感、これケースをつけてない状態ですね。 iPhone SE 第2世代でケースをつけていない状態とケースをつけた状態の、まあ、仮ですけど 5.4 インチの iPhone12、 やっぱちっちゃ、あ、これやっぱクッともちっちゃくなりますね、これね、クッと、うん、やっぱりそうですね。あ、これこうね、こう持ってこう、こういけそうやね、こう、ね、こういけそう。あ、やっぱ片手操作するなら、あ、こっちか、やはりこのちょっとこのね、この 6.7 インチはやっぱり両手ですね、両手操作になりそうです。やっぱりこれはめとく、ね、こうね、両手操スワイプ、両手操作になりそうです。やはりですね、こうね、やっぱり、うん、片手じゃなかなかやっぱり厳しそうではあります。これですね、やっぱ両手だ、ね、でもまあこうやって動画とかね、やっぱ映像コンテンツを iPhone で見たいという方はやっぱり絶対 6.7 やっぱり 6.7 インチの iPhone12 Pro Max が一番コンテンツ消費には向いてるかなと思います。もちろんウェブページもあのでかいし、あの視認性っていうかね、コンテンツの量の表示の幅も広いので、まあ、1ページスクロールせずに見れる範囲があの広いので、やっぱりコンテンツ消費をするっていうことを考えた上で iPhone を選ぶなら iPhone12 Pro Max の 6.7 インチはかなり期待できると思います。ただまあタスク管理とか通常のそのまあビジネス系アプリとかですね、そういうまあライティングアプリとかテキストライティングアプリとかを使う部分でおいては、やっぱり両手入力というよりかも片手操作でフリック入力ができた方がやっぱ早いし、まあ機動性もあるので、やはりそのコンテンツ消費には向かないですが、いろいろなビジネス系やタスクとか、まあ、ブログをね片手で書いたりとか、気軽さ機動性についてはやはりこっちのサイズの方が良さそうです。まあ、僕も今まさにこの iPhone12 Pro Max 6.7 インチと 5.4 インチじゃ、もうもちろん 5.4 インチを買おうとは思ってるんですが、あのここの望遠のところでちょっと Vlog 系の動画とかを作るときに、やっぱ望遠って結構使えたりするので、そこの部分とちょっと今悩んではいるんですけど、やはりまあ多分使い勝手としては絶対 5.4 インチかなと僕的には思いましたね。やっぱりこう思って、こんな感じですからね。でこれあの多分僕これ使わないんですよ、このケース。僕あのアップルシリコンケース、アップルの純正のシリコンケースを絶対買おうと思ってるので、これはちょっとまあレビュー用というか、ちょっとこう動画の話題作りで購入したので、まあ基本的に使わないと思うので、これはあのチャンネル登録してない方でも、そのチャンネル登録をしてくれてる方でも、まあ誰でもいいんですけど、別にそのプレゼント企画というかね、欲しいという方がいたらですね、
まあ、コメント欄でどうするか分かんないんですけど、まあ、ツイッターとかしとけば、ツイッターでリプライとかしてくれれば、これあの差し上げても全然問題ないんで、あの送料持ちます僕が、このぐらいの送料は。なのでこれあのチャンネル登録してない人でももちろん全然問題ないです。この動画を見たって方で、もしこれが欲しいという方がいたらですね、僕もそれを買う予定ですという方がいたらですね、もちろんあの iPhone 12を買う方になりますけど、買う方の中で欲しい方がいたらこれ差し上げますので、ぜひね、あのコメント欄にコメントください。またはツイッターとかインスタとかですね、また僕のブログとかですね、であのコメントをいただければ、あのこちらの差し上げますのでですね、一つこれ700円ぐらいしてますよ。一つ700円、このセットで多分1500円ぐらいしたんですよね、これそれぞれ。なので700円ぐらいの価値はある、100円ショップで売り出されるケースぐらいの価値はあると思います。これはまあ海外、中国製だったかな、中国製なので、もしかしたら若干ボタンの位置とかずれてる可能性はあるんですけど、もうちょっとベタベタ僕触ってますけど、まあその辺ですね、あのご了承いただければ、あのこちらプレゼントさせていただきます。はい、ということで 6.7 インチと、まあ、5.4 インチの iPhone 12のクリアケースを、まあ、ちょっと、話題作りで購入してみまして、サイズを比較させていただきました。ぜひあの欲しいという方がいましたら、あのコメント欄で、まあ、なんとか連絡取り合って、まあ、こちらを差し上げますので、あのコメントください。あんまりケースに興味がない方、iPhone 12買うけどケース全然興味ないけど何でもいいやという方にぜひおすすめです。もしくはサイズ感をね、ちょっと自分でもしっかりサイズ感をちょっとこう試したいなという方はぜひあのご連絡ください。はい、ということで今回ご紹介した内容はあのブログには記載しませんので、この動画でしか情報共有しません。ということで今後もですね、このチャンネルは最新の iPhone 12の情報や Apple に関してのリーク情報や、まあ、ガジェットレビューとかね、おすすめのサービスなんかもご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。はい、ではまた次回の動画で。